駅舎。手前が亀山方面関係線路、背後の地区上が伊勢鉄道線関係線路、河原田駅は三重県四日市市、河原田町にある東海旅客鉄道、伊勢鉄道の駅である。JR 東海の関西本線と伊勢鉄道の伊勢線との分岐点となっている。伊勢鉄道線普通列車は一部を除き、JR 線四日市駅まで乗り入れる。 境界駅であるが、JR、伊勢鉄道直通の快速、特急列車は停車しない。乗務員交代も行われず、直通の普通列車は、伊勢鉄道の運転士、直通の快速、特急列車は、JR の運転士、車掌が直通先も投資乗務する。JR 東海の駅としては、CJ13、伊勢鉄道の駅としては、3の駅番号が与えられている。 関西本線の運行形態の詳細は、関西線を参照。地平の相対式ホーム2面2線と地区底にある、島式ホーム1面2線を使用し、双方は、古線強つながっている。港内西側に駅舎がある。地平部分1.2番線は、名古屋方面、亀山方面間の列車が使用し、JR 東海様式の駅名標が設置されている。 地区定部分3.4番線は、伊勢鉄道線を通るすべての列車が走行し、伊勢鉄道様式の駅名標が設置されている。直通運転の関係で、JR 線四日市方面行き普通列車は、どちらからも発車する。快速見え、特急南紀は地区定部分を通過する。地平部分と地区定部分の線路は、名古屋型で分岐している。 平日朝の東駅止まりの伊勢鉄道線普通列車は、東駅3番線へ到着してから、JR 線南四日市駅まで一度引き上げる形となる。名古屋方の分岐点は、JR 線から伊勢鉄道線が分岐するのではなく、JR 線名古屋方面と伊勢鉄道線津方面がスルーの配線となっている。津方面は、速度制限がない一方、亀山方面は、 分岐側であり、時速7 5トルの速度制限がある。この関係で1.2番線だけ見ると、単線区間途中にある交換駅の配線となっている。JR 東海亀山駅管理の無人駅となっている。すべてのホームに簡易接近放送と展示ブロックが設置されている。古線橋手すりには展示案内がある。校内トイレはなく、 駅前公衆トイレも存在しない。2019年3月2日に、とかが導入されたが、JR 線でのみ利用可能である。1から2番線の間にある抽選は撤去されている。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。伊勢鉄道は、津駅に次いで利用客が多く計上されているが、これは、 形式上当駅で上行したとみなされる JR 直通列車の通過旅客の数を含むため、実際の上行客は統計よりも大幅に少ない。鈴鹿市の高岡団地等も駅税券に入る。三重交通が近鉄四日市駅から鈴鹿市駅へ至る二重系統鈴鹿四日市線を走らせていたが、2018年3月31日の運行をもって廃止となった。 現在、最も近いバス停留所は五入道訓ライナーのうぬめが丘四丁目であるが、2キロメートルほど離れている。ありがとうございます。